はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はね、はいこちら見ていきたいと思います。はい、おなじみしばらく置いてた箱を開けていきたいと思いますが、今回はおとど京急で買っているトミカと京急一般路線バス他2点、まあ開けてみないとね、何買ったか分かんないんで、とりあえずこの箱を今回開けていこうと思います。まあ毎度ながら本当僕の悪い癖と言いますかね、まあ動画にしないとね、ちょっとね気が済まないっていうのがあるんで、もう本当開けないというか開けてないものが大変多くてですね、まあそんな中の一つの箱ですけどもね、ではではちょっとね、今回こちらね開けていきましょう。さあ過去の僕は一体何を買ってるんでしょうか。これいつ買ったの、多分あれですよ、ここそんなに数ヶ月以内のものだと思うんですよ。1年も経ってないと思うんですけど、さあではでは行きましょう。開かないこれどうして開かないの。はい、 OK、 ではでは行きましょう。何でしょう。およいしょ、お出てまいりました。なんだなんだなんだ、あ、おーちょっと待って、僕ねこのサイズやからね、なんでしょう、プラレール入ってるかなってちょっとね勝手に思ってたんですけど、車両3つですよこれね。でこれちょっと伝票見てみるとね分かるんですけど、トミカ2台とバスコレ1台ですね。こんな感じで一般路線バス、リムジンバス、そしてエアロキングの京急オープントップンバス三浦、まあ、こちらの3点買っておりまして、値段がこれが4000円で送料込みで、これかな ?4765 円ですね。まあ、そこそこの値段のものをちょっとね、置いちゃってたんですけども、では早速ちょっと開けていきましょう。多分なんかのバストミカの新作買うついでに、あれなんですよ、まだ買ってないトミカとバスコレを買ったと思うんですけど、もうね、忘れちゃったんで怒られるよ、そんなこと言ってたらね。はい、まあということでね、はいこんな感じで3点出てきたんでね、こちら今回ね見ていきたいと思います。いいね、どれも素敵ですよね。バスコレが2000円でトミカが1000円なんで、まあほんと結構なお値段しますね。バスコレ出来を下げ、うん、まあということで今回はこちらの3つのバスですね。ではでは行きましょう。どれが新しいやろ、多分これ一番新しいかな。まあまあこっから行きましょうか。さあさあそれではね参りましょう。まずは京急急行バスいすゞエルガですね。まず箱のデザインですが、これバスのラッピングと同じような形になってますね。はい、このようになっておりまして、まあ結構バス系ではよくありますよね、ラッピングと同じねデザインの箱。今回はそのようになっております。ではでは開けていきましょう。よいしょ、おい、京浜急行バス、こっちは普通の一般路線バスなんだよね、多分ね。もう一つの方がリムジンだと思うんですけど、ではではでは行きまーす。あ、いいね。あ、なんか僕これバスコレで前見たかな。で、あ、特にシールとかないですね。おー、なかなか素敵ですね。さあではね、ちょっと見ていきたいと思いますが、まずね、はい、フロントの部分こんな感じになってますね。まあとりあえずこのナンバーが嬉しいですね。ちゃんとプリントでこんな感じでね、細かいですが書いてありますね。いいね。ちょっと後で画像を拡大して僕自身も確認したいと思いますが、ナンバーがねあるのと、あとシールなのがね、まあ、結構この嬉しさが違いますよね。でウィンカーやライト関係は塗装仕上げになってて、方向幕もしっかりとプリントで書いてありますね。これはなんて書いてあるのかな、 YRP なんとかって書いてあるんですね。こちらもちょっと後で大きくして確認します。で側面のデザインですが、はい、横から見ると全体的にこうなっておりまして、まあなかなかほんとしっかりした仕上がりになってますね。いいですね、いいですね。細かい文字関係もしっかりとかにこう書いてあって、であとラッピングのデザインバッチリですね。まあ普段だったらね結構こことかこうシール貼ったりするんですけど、ここもちゃんと直接書いてますね。嬉しい、なかなかほんといい仕上がりのバスですね。かっこいいですね。で後ろ行きましょう。はい、テールの部分はこのようになっております。まあもちろんこちらもね全てプリントで再現されてて、いいですね、かっこいいですね。これ結構テンション上がりますね、いいバスほんと。で反対側のね側面ですが、このようになっております。まあこちらもねもう同じような感想になっちゃうんですけども、全てプリントになってまして、まあ非常にね素晴らしいね仕上がりになっております。で屋根の部分ですが、こちらはシルバーの成型色なのかな、まあ結構きらめいてるんですけども、ちょっとこう艶消しというかサテンカラーっていうの、なんていうの、まあちょっとこうサラサラしたね感じのね仕上がりになってますね。で底の部分はこんな感じで、あ、ここは水色なんですね。でベースは2014年ですね。スケールは141分の1のいすゞエルガとなってます。
でこちらの車両ですね、特にまあサスペンションなどのギミックないんですけども、いやもうほんとね、フルラッピング、フルタンポン印刷かな、もう素晴らしいね感じになっておりまして、いい出来のトミックになってました。まあ1台1000円とね、ちょっとまあ値段はするんですけども、まあまあ満足のいく1台にね仕上がってるんじゃないでしょうか。さあではね、残りね2台のバスあるんでね、次のねバス行ってみましょう。ではでは続きまして、こちらもね京浜急行バスの京急リムジンバスですね。これもこのバスのねデザインと同じようなね箱になっております。はい、全体見てみるとこんな感じですね。さあさあ、それではね開けて車両を見ていきましょう。参ります。こっちはシールとかあるんかな、あでもこれもない。おお、こっちもいい仕上がりですね。うん、素晴らしい。よいしょよいしょ、ではでは出していきましょう。あ、かっこいいね。見応えある。さあではね、フロントの部分ですが、まずね下方はこのようになっております。もちろんこちらもねナンバーしっかりとプリントで入ってますね。でバンパーはこれはシルバーの塗装仕上げかな。あとエンブレム関係とかもちゃんとプリントで書いてあると、いいですね。で本当はこのフロントのガラスが大きいですね、このバスはね。で側面、はい、横から見るとこんな感じになっておりまして、まあこちらもラッピング関係も全てねプリントで再現されてて、ここの文字とかも本当非常に細かいです。でこれ多分開くんですね、ここね。あ、開きましたね。まあここの荷室の部分かな、このような開閉ギミックになってますね、素晴らしい。で後ろですけども、はい、テールの部分はこんな感じです。こちらもしっかりとプリントで細かく書かれております。まあ本当じっくり見ててもね飽きないですよね、こんだけ細かくねきちんとプリントされてると。で反対側のね側面ですが、こちら側も本当にバッチリかっこいいね。で屋根の部分ですが、はい、こちらはこのようになっておりまして、ぐるっと、はい、ここのね空調とかの室外機ですかね、ここはちょっとこうプリントでねデザインが再現されております。であと KQ と5212というね文字も書いてますね。で底の部分は、はい、このようになっておりまして、ベースは2008年の三菱ふそうエアロクイーンとなってます。ナンバーは1番です。経路は156分の1です。でこちらの車両もサスペンションはないんですが、先ほども開けました通り、このね、向かって右側ですね、こちらの荷室のドアをね開けることができるようになってますね。まあこの車両ではおなじみのギミックかなと、そんな感じで思います。まあ、ということでね、2台目ね、こちらもね素敵な仕上がりになってましたね。本当にこのもうフルタンポ印刷嬉しいです。京急のリムジンバスでした。さあそれではね、続いての車両行ってみましょう。さあではでは続きましては、こちらバスコレになりますね。値段は一気に倍になりまして2000円になりますね。まあ非常に高価なミニカーですね。ではでは見ていきたいと思いますが、車両自体は京浜急行バスの三菱ふそうエアロキングの UMU525TA 回ですね。で名前の方が京急オープントップバス三浦となってますね。なんかかっこいいね、三浦って。すごいね。でこれバスコレなんで、スケールは150分の1だと思います。背面にもねこうなんかしっかりと、あ、こんな可愛いラッピングになっちゃうんだよね。てかこれがそうなんか顔になってるんですね、絶対可愛いでしょさあそれではね見ていきましょう。バスコレは基本的にあれですね、ダイキャストじゃないんで非常に箱自体は軽いですね。ではでは行ってみたいと思います。1個2000円ですよ、1等2000円するんでこれ。おまあまあ繊細ですよ、っていうか思ってたより車幅が細いさあそれではねくるっと見ていきたいと思いますが、いや本当に細身ですね。2階建てのね、まあ可愛いバスです。顔になってますね、本当に顔の部分が顔です。まあこのようなねデザインになってますね。でまあバスコレって言えばもう全てもうしっかりとねプリントでできておりまして、ナンバーもより繊細に書かれてるのかなと。で方向膜もねこうなってて、非常にまあ仕上がりは細かいですよね。さっきまでのトミカとはまた違うものがあります。で側面、はい、横から見るとこんな感じになっております。窓の透明度がとにかく高い。で内装はブルーの成型色なんですけども、本当にねしっかりとよくできてますね。1階2階ともにバッチリだと思います。でタイヤの感じもですね、片側ねこれ3輪なんですが、真ん中の部分だけホイールがちょっとこう違う形になってますね。一応タイヤ自体は、あ、ここは2輪なんだ、2輪タイプなんで片側4輪ですね。でバスのデザイン自体はこのねフロントの顔の部分以外はなんかシンプルかなと思いますね。で後ろ行きましょう。
はい、テールの部分はこのようになっておりまして、レンズ関係は塗装ですね。で、名前書いてますね。京浜オープントップバスとここ書いてて、あと下には京急電鉄のね文字も書いてあります。で、ナンバーも細かいですがきちんと書いてあります。いいですね。まあ見応えはやっぱね、うん、高級車なんで非常にいいかなと。で、反対側のね側面ですが、こちら側から見てもバッチリですね。まあ本当に繊細に作り込みはされてますね。美しい。で、上から見るとはい、こうなってて、屋根の部分はもうこれ、あの屋根これ開いてる状態ですね。完全に開いてる状態なんで、内装にちょっとこう触れることができますね、うん。で、底の部分ははい、こんな感じになってます。で、バス、これは特にまあギミックないですね。手転がしのみがねできるようになってます。まあ、これに関してはあのあれですかね、自動走行キットとか取り付けることできるのかな。いつかねちょっとねバスのねそのキットをねちょっとつけてね、僕のねコレクションで走らせてみたいと思うんですけども、まあその時にねこれもねもし対応してたらね走らせれたらねいいかなと思います。ということで、なかなかねやっぱね顔がとにかく可愛かったですね。はい、3台目はね京急オープントップバスの三浦でした。いやー、やっぱねちょっとトミカの倍するんで、なかなか高繊細なバスコレになってましたね。はい、ということで今回はですね、ちょっとね部屋の片隅にずっと置きっぱなしになってた音時計級のロングな箱、そちらを開けたところ、バスの素敵な車両たちがね3台もね飛び出してきました。まあ値段が1000円1000円2000円と非常にあのまあミニカーとしては高めのね設定にはなってるんですけども、まあその値段にねこう応えてくれるね、まあ本当あのトミカもね丁寧なね作りになっててね、非常にね満足のいくね3台になってました。まあまだまだね僕はあのこういったものねたっぷりあるんで、まああとね残りね今年も2ヶ月なんで、年末にかけて少しでもね多くで皆さんにねお見せできればいいかなと思ってます。で、一応ですね僕自身も気になったので、この3台まだお届け給で購入できるのかちょっとサイトをね調べたところ、これはね今のところ44台、残りですね残りが44台で、リムジンバスがこちらが一応24となってますね。24で、で、このね、三浦に関しては残り4となってます。まあ、すべての在庫の数が表示してあるかどうかわかんないですけど、一応まだあの、ね、数はね、まあ、特にこれ三浦に関しては4つとね、少なめなんですけども、購入することできるんで、もし気になった方は、まあ、今の時点でね、お届け給の方覗いてみてください。あの、リンクの方はあの、動画の概要欄の説明欄にね、貼っておきますね。まあ、本当あの、ちょっとね、お高めですが、しっかりとした出来になってるんで、ぜひ気になった方はね1台ね手に取ってみてください。まあ、ということで今回はねこの辺りにしておきたいと思います。そもチャンネルの太郎でした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。